昭殿平五郎大正11年4月30日は、文後、薄木藩出身の明治、大正期の三菱財閥の実業家、教育者。長崎造船所、第2代所長、三菱造船所支配人等を経て、三菱合資会社理事長、日本郵船社長、会長、東京会場火災保険会社会長等、三菱の養殖を歴任して、大番頭と言われた。 会員駅再開や日本環業銀行、満鉄等の創立にも携わり、三菱商業学校校長、三菱工業予備学校所長として、三菱社員の教育に当たった。訓四等局実小受賞、玉物、銀杯一組。高下四年、文後国薄木に、桃石の余力をはむ薄木藩氏の受舎、昌伝正太郎上命の長男として生まれる。幼名を上徳と称した。 藩校の学古立てで、抜群の秀才だった昭殿は、慶応三年、十九歳で藩より選抜され、江戸の青地信之の塾に入門。その後、慶応四年に初めて、福沢諭吉を訪ね、判明により、薩摩藩の改正省及び洋楽局に、宮川玄水と共に派遣され、明治二年に、薩摩藩洋楽局講師となる。明治三年再度の判明により、 23歳で、再び上京し、念願の慶応義塾後藤試験に合格し、入塾した。明治5年には、慶応義塾の教員となり、慶応義塾大阪文校に派遣され、翌年に、薄木半額取締りを命ぜられ、藩主、稲葉久道を慶応義塾にて教授した。明治7年には、慶応義塾京都文校で教え、和婚要塞の学問、 儒学とソロ版の両党使いぶりを十分に発揮した。明治7年、東京府三田に戻り、再び慶応義塾で教鞭を取ることになった。明治8年2月に、三菱商会に入社。東京本店勤務を命ぜられた三菱での商デの最初の仕事は、三菱規船会社規則の策定だった。明治8年5月に発表された。さらに2年後に経理規定とも言うべき。 郵便規船三菱会社勃起法をまとめた。これにより三菱は大副長経営を脱し、日本で初めて副式勃起を採用し、徐々に近代的な経営組織を確立する。初期、三菱の経営戦略を担った商店は、東京海上保険会社、明治生命保険会社の設立に関わり、第百十九国立銀行を参加に入れ、東京倉庫会社を設立するなど、 様々な分野への進出を図った。明治18年の日本優先設立に際しては、三菱側代表として、創立委員になり、理事に就任した。明治19年に、三菱が海運以外の事業を目的として、三菱社の名で再発足するときに、本社支配人として復帰、のちくだごととなり、新生三菱を指揮した。 1888年に発売となったキリンビールのキリンの名付け親でもある。当時輸入されていた西洋ビールにオオカムや猫等の動物が用いられていたため、東洋らしさを出すため空想上の動物、キリンを商標にしようと商店が提案したのである。明治22年、商店は英国の造船業界などの実情視察のために外遊した際に、 ロンドンのホテルの部屋で開いた新聞のコラムに日本政府陸軍の近代的弊社建設のために丸の内の連兵場を売りに出すも買い手つかずとあるのを発見したときに日本にもロンドンのようなオフィス街を建設すべきだ。皇居の目の前の丸の内こそその場所だ。と感じ岩崎矢之助に丸の内書い取らるべしと打電。岩崎矢之助が 松方正義蔵商と合意した買取額は128万円。当時の東京市の年度予算の3倍。商店は丸の内の生みの親である。また、商店は長崎造船所の大改革も行った。長崎造船所は明治20年に国から払い下げられた。明治28年に日本郵船が欧州航路の開設を決定したが、 社外取締役の省電の主張で新造船6隻のうち1隻は長崎造船所に発注された。日立丸6172トン。それまでの最大建造実績は妻丸の1592トンだから技術的にも大変な飛躍である。明治30年に造船省令法が交付され、修繕船から脱皮し新造船を事業の中核にするのだという明確な意識を持った。 岩崎久屋は本社の幹事として全事業を指揮する立場にあった省電をあえて長崎造船所長に任命した。省電はようやく長崎に赴き、積極的な設備拡充を図り、貨客船や軍艦などその後の日本の大型船建造の道を開拓した。省電の近代化はハード面だけではなかった。雇いし人不助法。 職行救護法など労務管理制度を確立。所内には工業予備校を設立し、自前で職工の要請を図るようにした。また、造船における厳しい原価計算の概念を導入した。今では当たり前のことだが、当時の日本企業には製造原価など工業簿記の概念はなかった。商店は明治39年まで長崎造船所の所長を務め、 また長らく幹事として、八太郎、矢之ノ久ケ、の三代を支え、明治四十三年に引退し、豪傑肌の人物が多い明治の三菱の経営者たちの中にあって、唯一の英国風のジェントルマンであり、生涯を通して、組織の三菱と言われるような近代的な組織づくりに貢献した。その後、少年は明治生命保険会社の、 取締役会長になった時期もあったが、晩年は受刑者の社会復帰事業に協力したり、聖書の勉強をしたり、更新の指導とともに、静かな寄席を送る。明治13年に、近藤誠とともに、会員駅み会を設立したのを皮切りに、同年東京府東京市区改正委員。明治16年東京商工会員。明治18年日本優先会社創立委員。 同理事。渋沢栄一と共に、東京市の水道敷設を計画。明治24年に、筑法鉄道相談役となり、臨時博覧会事務局評議員。明治26年には、東京商業会議所特別会員となり、高等商業学校商議員、貨幣制度調査会員となり、日本優先会社本社支配人となる。明治29年。 東京会場課再保険会社会長、日本官業銀行設立委員。明治30年に、三菱造船所支配人となり翌年農工商子、東海議員。貨幣法改正に尽力した。明治36年製鉄所商議員。明治39年東京高等工業、学校商議員。南満州鉄道株式会社設立委員。明治四十年木杯一組を、 帝国軍人援護会より受け、公安調査会臨時委員。大正6年臨時教育会議員となり、臨時教育会議官となる。大正11年に74歳で没した。妻、タズは、藤岡正俊、スケイク夫妻の長女。タズの母、藤岡スケイクは、岩崎矢次郎、三輪夫妻の次女で、三菱財閥の創業者、岩崎矢太郎の妹かつ三菱の二代目。 総帥岩崎矢之助の姉にあたる。日本館業銀行総裁や、貴族院議員を歴任した、志村玄太郎は、藤岡正都スケイク夫妻の三女、直子と結婚しており、東京海上火災保険の社長、会長を歴任した、鏡健吉は、藤岡正都スケイク夫妻の四女、茂びと結婚しているためともに、昇殿の議定にあたる。長男は、 三菱重工業取締役を務めた、昌田達也。妻の由里子は、男爵、伊地地光介の次女。次男、昌田平蔵は、東洋電気製造常務。三男の昌田正夫は日本郵船常務、南洋海運社長で、その妻、東は、福沢幸千孫。四男は、三菱重工業副社長や、戦後初の航空機製造会社である。 日本航空機製造社長及び成田国際空港委員長を歴任した小田大造。逸女は、議定、鏡健吉の養子となる鏡公平。次女の久子は、陸軍中将、佐世保要塞司令官、陸軍方向学校校長の宮原国夫の妻。三女の万年子は、明治火災保険取締役社長八官連三の妻。五女の豊子は、日銀総裁。 吉原茂と市長男、茂成の妻、ありがとうございます。